はい、どうもこんにちは、きなです。今回はですね、レイドバトルの攻略動画やっていこうと思います。交換所の交換優先度の動画については、別でね少し前に出しているので、そちら見ていただけたらなと思います。今日更新しております。ということで、やっていきますが、とりあえずね、ボーナスキャラクターできるだけサポートとかに積んでいただけたらなと思います。はい、まあいろんなキャラクターいるんでね、皆さん持っているキャラもいっぱいいると思うんで、はい。で、あ、これレイドバトルの、ボーナスもらえるやつですね。タピオンの、A 柄のやつにしっかり変えておきましょう。前のやつのままになってたわ。はい、という感じで、とりあえず周年キャラクター全員で回ってみようかなと思いますね。ただまあベジータについては僕持っていないんでスルーしようと思いますが、はい、ベジット、龍拳、身勝手、タピオカあたりはやって、まあその他時間が余ってそうだったら、ここら辺のねちょっとおまけみたいなブーストキャラクターも使ってみようと思います。はい、ということで龍拳からやっていきましょう。はい、ということでお願いします。龍拳でブーを倒せるかどうかで、昨日の動画で一応喋ってるんですけども、ブーそんなにめんどくさい性能ってあんまないイメージで、で一応バリアだけでね特殊で持ってるんで、そこだけはちょっとめんどくさいかなって感じですね。まあただそれもそんなに問題じゃないかなと思います。はい、とりあえずいつも通りライジングを合わせないと、多分ねベジット2枚とかじゃないと結構きつくなってくると思うんで、はい、合わせましょう。で、待って。これ、撃ってくれると思って信じて撃ったんだけど、どうですか？最悪。相手、まあまあいいや。はい。とりあえず特殊で行きましょう。で、ライジング多分、特殊で合わせないと、これはワンシールドきついかな？うん、特殊で合わせてくれる。これはいいんだけど、まあ、果たして龍拳のパワーでいけるのかどうか、ですよね。はい。まあ、ベジットと龍拳とかだったら、多分、合わせたら余裕でいけるかなって感じなんですけど、まあ、こんな感じのダメージと。はい。まあ、最強特攻じゃなかったら、二人とも、ライジングのアーツ合わせないと、どうなんだろう。ちょっときついかもしれない。はい。言って、これワンシールドでいけたら、まあそこそこ楽だけども。うん。どうかな。ちなみに凸はどっちも、あ、僕が赤3で、相方さんが3凸とかだったかな。はい。コバチェンもしておこう。あ、でもちょっとやりきれないかな、これは。はい。こんな感じなんで、まあ、ライジング二人で、うん、合わせて、違う圧、打ったら、まあ、ギリギリギリかなって感じかな。うん。まあ、トツとかにもよりますけども。ちなみに、今回、アビリティ枠は、結構ね、レイドメダルの、ボーナスキャラクター優先してるんで、まあ、めちゃめちゃ、絶対アビに乗ってるわけではないですね。はい。ということで、まあ、勝つのは余裕ですが、まあ、龍拳二人だと、しっかりライジング合わせた方がいいですね。ということで行きましょう。ベジットベジットなんで、まあ、これは余裕かなと思いますが、はい。まあ、ベジットはね、めちゃめちゃドロスをくっつめるキャラクターだし、まあ、エースもめちゃめちゃ長いわけじゃないから、はい、全然楽かなと思いますね。はい、なんでまあ、ライジング合わすことだけ意識しといたら余裕かなと思います。っていうかまあ、龍拳で回った感じ、全然バリアもされないですね。なんでまあ、本当にただの敵キャラって感じ、回復も全然しないし、めちゃめちゃ楽。はい、合わせます。で、いつも言ってるんですが、ライジングはね、さっき言った人が、必殺アーツで、その人、他の人が、まあ、他のアーツ打つって感じですかね。はい。まあ、余裕と。めちゃめちゃやっぱ火力あるから、これまでのレイド以上になんか、火力出てる気するな。はい。ということで、まあ、ベジット2体は余裕と。はい、ということで行きましょう。僕が身勝手、相方が、ベジットですね。はい。まあ、この二人でも全然余裕かなとは思いますが。なんかエースの長さ的には、どっちがいいんだろう、龍拳か、身勝手か。まあ、どっちもそんなに変わりないと思うけど、一応、あ、バリアされた。ちょっとこれがめんどくさいかなって感じですね。はい。まあ、ただ、そんなに、ライジング遮られるわけでもないだろうし、全然問題ないかなと思いますね。はい。ただ、龍拳がね、一応、積み上げ式のヨダメアップのキャラクターなんで、まあ、それ考えたら、割と、龍拳の方がいいんかなってイメージですけど、一応身勝手もでも、ヨダメージアップの、お、被せれなかった。ちょうどいいわ、これ、ライジング、どうなるか見てみよう。二人で、アーツ合わせずに、やりきれるかどうかっていうのをちょっと検証してみましょうか。はい。どうでしょう、さすがにきついかな。1500万。あー、でもギリギリいけそうかな。ベジット頑張ってくれてるけど。いって。
こうですね。まあ、あ、でもいけそうだな、結構。うん、余裕ですね、多分。1500万だから、シールドもちょっと残ってるんで、まあ、ベジットの究極とか使ってくれたらいけるんかな。あ、ベジットカラクタか。はい。こんな感じで、やっぱ、ウルトラキャラクターっていうだけあって、めちゃめちゃ、回りやすくはなってますね。はい。ライジングを二人で合わせなくても、ワンシールドでいけたって感じですね。はい、ということで行きましょう。僕がタピオンで、お相方が赤さんのベジットということで、まあさっきの龍拳見た感じ、結構余裕そうかな。はい。身勝手とタピオンがね、今回同じ分の、ブーストもらえてるんで、まあそんなに火力変わりないんかなということで、まあかなり楽に周回できるんじゃないかなと思いますね。やっぱベジットがめちゃめちゃ火力高いから、どっちかにベジット入ってたらかなり楽なんかなと思いますね。はい。弾あと1個で溜まるからちょっと待ってくれるかな。オッケーオッケーオッケー。打ちましょう。で、2人で合わせて僕が先打ちなんでね、こっち打って、ベジットが他の圧を打ってくれるという感じですね。まあ多分いけるんじゃないかな、さっきの身勝手の感覚でいくと。うん。ただまあ、援護タイプだからタピオカどうだろう。強余裕でしたね。なればフレンドの方とかにベジット持ってない人は頼むとかなり楽でいけるんじゃないかな。じゃあまあもうちょっと時間余ってそうなんで、ベジットのなんかそこら辺のリミテッドのキャラとか使ってみましょうか。はい、ということで、まあ最後にしようかな、ベジットブルー使っていこうと思います。で、相方が、UL ベジットということで、まあこれでもいけるんじゃないかな。確か 150% の湯だめアップだったんだけど、まあタピオカとかと多分あんまり湯だめ変わらない気するんで、まあ余裕かなと思いますね。はい。で、あのベジットなんで、一応ブルーベジットなんで、なんかあの僕の考えですけれども、なんか野良でも拾ってくれそうな気がするまあそんなも含めて、まあブルーベジットね、まあ、モチベもね、高くなると思うんで、かっこいいんでね。はい。タピオカとか使うより僕は、使いたいなって思ってますね。頑張ってくれてる。ありがとうございます。はい。ということで、被せまして。まあ、これでいけるかな。どうでしょう。あ、でも、ベジットも、ベジットって言うと分かりにくいけど、ブルーベジットの方も、結構唾液で4ゲージぐらい削ってるんで、余裕かなと思いますね。はい。なんで、まあ、今回の、うん、やってみた感じとしては、片方ベジットだとかなり楽にいけるねって感じですね。はい。両方ベジットじゃなかったら、ちょっとライジングの圧合わせてもいいかもですね。そういう感じで、レイドの解説でした。ありがとうございました。